This is a painted boy. Do not have feel what get close. No cool. No cool fishing.ということで、何かと話題のこのつるとこ見るぞーくん、正式名称で水中の見える釣り竿ビッグキャッチで、今日は邪道な釣りをしていきたいと思います。今日はですね、なんとこの水中の見える釣り竿ビッグキャッチがレンタルできるという、ここ和歌山マリーナシティ海釣り公園さんにお邪魔しております。はい、ここの施設ではですね、海釣り公園とまた別で海海洋釣り堀もやっております。で、ここの釣り堀でですね、なんとこの水中の見える釣り竿ビッグキャッチが使えるということで、今回早速実証していきたいと思います。これはもう水中の中が全て見えるということなので、和歌山マリーナシティ海洋釣り堀さん大丈夫ですかね。中の魚がいてないということをバレてしまうんじゃないでしょうか。いやね、早速ね、中にちゃんと魚が入っているのかどうか確認していきたいと思います。早速行ってきます。ノックルフィッシュ、ノックルフィッシュ。はい、では邪道な釣りを始めていきたいと思います。今回使用するタックルはこちら、今話題のつるとこ見るぞーくん、正式名称が水中の見える釣り竿ビッグキャッチということで使っていきたいと思います。で、今回の餌なんですけれども、こちら今話題の赤青一撃団子、こちらですね。白と赤と黄色がございますけれども、今回は白をチョイスしてます。ちょっとその理由としてはですね、今ちょっと小雨が降ってまして、曇り状態で、今海水もちょっと濁ってる状態で、上から見ても全然魚とか全く見えない状態なん で、この濁ってる状態でこの釣り竿を、水中の見える釣り竿ビッグキャッチがどれだけ録画鮮明に画像を捉えることができるのかっていうのがちょっと気になってるところですね。では早速入れていきたいと思います。実際ね、釣り堀っていうと魚を数多く放流してるっていうのが売り文句といいますか、マリナシティさんもそうなんですけれども、この水中の見える釣り竿で中に入れてみると、ほんまに魚がおるんかどうかっていうのを一目瞭然なんでね、一回やっていきたいと思います。かなり水中は上から見るとちょっと濁ってる状態なんですけども、中に、カメラを入れていくと、全然見えますね。下のゴロタとかも丸見えですね。早速魚が来ました。もう3匹4匹で追いかけてますわ。今すごいな、これ小魚とかまでもう全部見えて、今ね、赤を一撃団子群れでガンガンつつかれてます。でもちょっと飲み込めるようなサイズじゃない小型な魚が、でっかいタイが来ました。これ来るんちゃうか。ちょっと餌全部取られてる状態か。来た、今でっかいタイが来ました。ではフッキングします。よし、来た、よし、おお、でかい、丸見えや。よし、じゃあ巻いていきます。やばい、外れた持ってかれた。
まあ、ちょっとあの画像に出てるんですけども、かなりでかいのが今引っかかってました。もう一回行きます。いやこれかなり一瞬で来たんで、ちょっと思ってたよりびっくりしましたね。っていう画像、水中の画像なんで、どれだけ綺麗に撮れるんかなっていうのをちょっと心配してたんですけど、全然問題ないです。てか思ってた以上に、皆さん思ってる以上にかなり綺麗に映ってます。で、中がすごい見えるんで、上から見ると全然魚いないんですけど、水中にかなり魚が多いっていうのがもうすぐ分かりましたね。なかなか普通の釣りとは違う刺激が得れて、ちょっと面白いですね。じゃあ早速、さっきちょっと撮られたんで、また同じ城でやっていきたいと思います。よし、かなり見えてる。あ、また早速小魚の群れに、あ、でかいのが来ました。でかい、まだこいつや、絶対こいつや、これ絶対こいつや、また来よった。これちゃうか、いいか、食ってる、うん、今抜けた。もう一回戻します。おー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 、まだおる、まだおる、来い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 。ちょっとさ、餌取られたな。すごい。ナグラです。ナグラが今かなり魚の群れが。ここ魚多いですね。すごい。なんか活性も今日すごいみたいで、もう入れたら即食い。でちょっとこの一撃団子の白が今ちょっと効いてる状態だと思います。もう一回ね、白を持っていきたいと思います。同じやつがさっき食いついてきよったんですよ。でも餌だけまた持っていきますわ。チャイツをね、ほんまに仕留めに行きたいと思います。かなりでかいですから、ちょっと楽しみにしておいてください。はい、ということでこれ7回目ということで、もうこれさすがにもう早うかかってくれよということでね、まあ縁起のいい数字7ということで、でも今回決めていきたいと思います。よし、じゃあ落とし込んで、全く同じ状態、全く同じ。あ、来た、魚がようさんおるぞ。お、食っとる、小魚が食うとる。こっからでかいのが来よんね、こっからでかいのが来よんね。来た。よし、よし、今ね、ちょっとね、遊んどんだこいつ。おお、来た、よっしゃ、来たやれ、でかい、これ自体は最高なマダイやで。こんな、おおおおお、でかい、でかい、来た、よし、よし、絶対逃がさへんぞ、絶対逃がさへんぞ、よし、よし、ビッグキャッチ、これもビッグキャッチ。はい、いいタイが釣れました。このビッグキャッチはですね、ここの和歌山マリナシティさんではレンタルもありますんで、皆さんぜひ一度試してみてください。めちゃくちゃ楽しかった。バイバーイ。